日本関東地方埼玉県川越市は北新町。脇田新町は埼玉県川越市に存在する町日の都である。郵便番号は350-1121。脇田新町は川越市内の中心地、川越駅から少し西に離れ、西部新宿線の西側沿いに存在する。周辺の他の町庭では、北に、野田町、北東に、東田町、南東に、 西部線を挟んで、旭町、南西に広江町とそれぞれ接する。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道16号と県道160号とは、東町の中心部にある脇田新町交差点で交差する。菓子街道は東町の東端に沿っている。 東庁内の貸子街道停留所、前原停留所から利用できる。西武バスは、川越35.36系統が、本川越駅、川越駅西口発着で、直美学園大学、川越水上公園を経て、霞の型面へ結んでいる。川越シャトルは21.22系統が同じく、川越駅西口を発着し、こちらは、南大塚駅北口へ運行している。 JR 川越線と東部東上本位線の川越駅、西武新宿線の本川越駅が、いずれも、東町から東方向に存在し、上記のそれぞれのバスで移動できる。また東町から南西方面に西武線の南大塚駅があり、上の川越シャトルでの移動が可能である。なお東町から距離的には、川越駅や本川越駅が近い。ちなみに、西武線は、 当庁の南端に北東から南西に線路が直線に伸びている。ありがとうございます。